ヨーゼフ・スラビークは、チェコのバイオリニスト、作曲家。生前は、ボヘミアのパガニーニと称えられた。インチェにあるスラビークの聖家スラビークは、インチェに生まれた。父は教育者のアントニン・スラビークであり、早くから音楽教育を受けた。1816年にインチェを治めていた、オイゲン・フォンビルベン伯爵に才能を認められた、幼いスラビークは、 同年11月1日20歳で、プラハ音楽院への入学を許可された。その後14歳で、最初の作品を作曲し始めている。在学期間を1年に延長して1823年まで学んだ後、17歳で、バイオリニストとして、プラハのスタボフス系劇場管弦楽団に入団した。オーケストラの団員としての仕事に満足できなかったスラビークは、 父が1816年から教鞭をとっていた補助ビツへと戻り、事前学校で働くようになる。1825年、プラハのレドーテンザールで行われた演奏会において、スラウィーク作曲のバイオリン競争曲へへ担当が初演され、成功を収めた。それ以降、イーン、プラハ、テップリツェ、カルロビバリで演奏会を催す。テップリツェでの公演には、プロイセン国王、 フリードリヒビルヘルム三世が彼の演奏を聴きに訪れている。ニコロ・パガニーニの作品を学んだスラビークは、それを自らの変奏曲に用いた。1826年にウィーン・ラクユ協会での演奏会を成功させたスラビークは、評論家からハイン・リヒビルヘルム・エルンツと以前のパガニーニの後継者であると称賛された。室内ビルト・オーゾの称号を得たスラビークは、 ヨーロッパをめぐるる。演奏旅行に出発す1828年にはほぼ1年をパリで過ごし、フランスのバイオリニストには関係を巡らすものもあった、ものの人気を勝ち得ることができた。ウィーンに戻ると、宮廷協会のソリストに就任、この時期にショパンと知り合いになっている。1830年に、ボヘミアへと帰ったスラビークは、テプリツェ、ホルショビッツ、プラハで演奏会を開いた。 1833年、スラビークはインフルエンザの発症をして、ハンガリーへと演奏旅行に出かけた。ペシトの音楽出版社であるカール・ミュラーで四重奏を演奏中に高熱に倒れ、そのままわずか27年の障害を終えた。6月1日、同地にあるレオポルト墓地に埋葬された。その後、 ブダペストの別の墓所に埋葬し直されてそのままとなって、いたが没後100周年であった1933年にビシェフラットへ移送されている。ありがとうございます。